どうもシャマです。まずはこちらの VTR をご覧ください。はい、どうもシャマです。さあ本日は東京は新宿にあります新宿中央公園フリマに来ております。都内でも約3番目の規模だったかな。かなり大きい、規模を誇るフリーマーケットで、こちら200店舗がお店をつなれているということで、本日は1万円使ってどれだけ買えるのか、チャレンジしていきたいと思います。はい、ということでね、4月の22日に東京の大きなフリーマーケットに行ってきまして、そこでね1万円分のものを、買ってきました。こちらの封筒とあともう一つ別にね、あるんで順次紹介していけたらなと思います。それでは行きましょう。はい、ということでね、今回はかなりレトロなものを仕入れてきました。では紹介していきます。まず最初こちらですね。出した方がいいな。たった一眼でじゃない、たった一服で、効き目のわかる、風熱冷まし突起頓服ということでね、きっとど右からか右から読むのか、キット紹介さんから、出しているキットトンプクさんです。キット治るのかな。陸軍薬剤ジョーンタ先生、ジョーンタ先生が多分包材作ったらしいですね。有効性漢方ということで、まあ風邪ですね、風邪薬です。はい、裏面はちょっと裏面もちょっと見ていきたいね。咳止めと風邪の熱冷ましと腹痛ごめ、ヨーナル錠ってなんか小林製薬のなんか薬みたいなね、すごいダジャレみたいな名前なんですが、神経痛薬キット錠と、海中老薬ホームすごいねこれホームで、これとセットでですね、なんと、はい、これもね、ついてきました。で全部で1500円、これめちゃくちゃ貴重らしいです。戦前だからね、なんて言ってもね、こういうアンティークとかヴィンテージ集めてる人ならわかると思うんですけども、中のね薬が入ってる状態、しかも未開封だからね、これね未開封で残ってるって相当すごいよ。大人は、一面になんちゃらみたいな、まあ書いてありますね。絞り腹下り腹の痛み、絞り腹ってなんだろう、あ結構ギューってくるやつかな。では今日はね、まあここで終わってもいいんですけど、この中身見ていきたいと思います。よいしょよいしょ、うわちょっと待って、腹痛と注射代用薬、注射の代わりに飲み薬ってことなのかな。ちょっとねこれ用法用量はね、もう意味ないからね、もう多分飲めないだろうから薬として、見ていきたいと思います。これ未開封だからね、なんと言っても誰も開けてないからね。うわ、70年前の薬を開封するっていう、さすがにちょっと飲むと死んじゃうんで、死ぬかは分かんないけど、風邪じゃないですからね、まだね、私結構全然風邪ひいてないんで。うおぉ、砂、ちょっと待って、待って、すごい、この色ですよ、この色。まあでも薬って結構この色あるからな、混沌とか。はぁー、という感じで、ちょっと待って、匂ってみる。あ、匂いはね、これね、和紙の匂いしかしないこの紙の元々の匂いしかしませんね。はい、ということで、まあ風邪ひいた時にね、飲むように取っておきましょう。はい、続いての商品がこちらです。甘納豆のパッケージですね。豪遊山山田の長政の六根攻めっていう、ちょっとごめんなさい、わかりません、歴史にそんなに詳しいわけじゃないんでね。でちょっとこれも裏面はテープで貼ってあるんで、ここ剥がして見ていきましょう。あー読めないちょっと待って、このレベルは無理だな。善良なる小豆と砂糖を持って製造し、内容豊富品質の過量な、他に追随を許さず、すごいね、もう圧倒的うまさ、多品に勝るは優るは本品の特徴なり。すごいね、他より優れてることがこの商品の特徴っていう、シンプルイザドベストですよ。まさに私の動画はの特徴は他の動画より優れていることみたいなねはい、ということで、こちら300円です。300円で、買いました。はい、続きましてはこちらの商品です。ピースっていうタバコです。かなり状態きれいに保存してくれたおかげで、相当ね、色も劣化してないし、この花シリーズっていうのはね、ちょっとねレアっぽいんですよ、ある界隈では。
で、こちらが結構よく見えるピースの形かな。タバコですね、10本入ってるらしいです。うん、これは完全に一目惚れで買いました。ちょっと年代は詳しくは分からないんですけれども、売ってるおばちゃんもね、ちょっと詳しく分からないっぽかったです。で、なんだ、花の種類もちょっと分かんないな。チューリップじゃない、バラとカネーションかな、これは。はい、これ一目惚れです。で、お値段は1500円から、全部で1500円でした。はい、最後の商品です。この写真、肖像権とか撮られちゃうかな、大丈夫かな。実は天皇陛下、今の金城陛下の写真です。平成天皇の写真ですね。うん、まあこういうところとか見るとね、結構分かる方は分かるんじゃないでしょうか。ということで、こちらなんとね、値段が200円っていうね、あれ意外と安いみたいなね200円多分安かったんで、本物ではないのかな、なんかカラーコピー感がちょっとあるしね。ということで、天皇様の、写真です。はい、こちらです。朝日グラス、朝日グラフだ、朝日グラフ、ザ・朝日ピクチャーニュースということで、朝日ですね。朝日が1946年、はい、これ、歴史には出ないんですけども、戦後から1年ですね、1945年8月15日に、終戦して、そこから1年と1ヶ月後の、写真情報誌です。ね、文字じゃなくてね、結構写真が、中心になるんですよね。っていう感じで、一応法人著作、会社が作ってる著作物は50年っていう著作権らしいので、多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっと怖いのでサラサラっと見ていきましょうか。うん、対の住処とかね、ちょっとね、まあ、こんな感じの、写真と、このね、戦争後のね、後とかね、でもヨーロッパの人っぽいよな、なんかな。うん、立ちなんちゃらのうまいドイツ商人に、オランダで素材を仕入れてなんちゃらとか、うんうん、結構商売してたのかな、ドイツの人とかね、日本でね。はいはいはい、ファンという生物、リスナーという生物みたいなね、という感じですね。こんな感じで載ってます。ちょっとこれは詳しくは多分大丈夫だと思うんですけど、一応ちゃんと朝日グラフさんに、問い合わせてみてから公開しようと思います。はい、続いてはこちら、国債になります。国債っていうのはですね、国の借金、国が財源を確保するために、作る借金カードみたいなものなんですよ。国にお金を貸すから、10年後このぐらいくださいねみたいな感じで、まあ、一般人でも買えるんですけれども、例えばね、なんか10年国債とかいうのは最近あるんですよ。それを100万とかで買って、10年後になんか100万5000円とか100万3000円みたいな感じでこの券を渡すと返ってくるみたいな感じの借金カードです。注目すべきは発行日のところです。昭和18年、ちょっと右からで読みにくいんですが、昭和18年2月22日ということで、1943年の2月の、国債になります。1941年12月8日に太平洋戦争が開始されて、42年のミッドウェー海戦を機にアメリカがね、アメリカというか連合国軍対日本軍なんですけども、まあ、連合国軍側がちょっと優勢になっていくと。で、日本は負けが多くなるんですが、この1943年ミッドウェー海戦の、翌年ですね、の2月に出されてます。で、実はこの頃って、まあ、歴史勉強してる方は分かるかなと思うんですけども、日本はね、勝ってる、今勝ってますみたいな感じの情報しか出さなかったんですよ、国内で。で、その情報を聞いた国民がですね、これ戦争で勝ったらまた好景気になって、かなりね、今100万で買っても、例えば今200万で戻ってくるとかね、そういう噂みたいなの流れて、これを買ったみたいな感じで言われてるみたいです。はい。で、10円ですね、10円。はい。こちら裏に10と書いてあるんですけども、こちらの10円が今でいう5万円から10万円って言われてるみたいです。で、これをね、今政府に返してね、というか国に返して、その当時のね、10万円をもらえるかって言うと、もうもらえないんですよ、実は、残念ながら、終戦でもらえなくなってしまったんで、これはもうただの紙切れという状態ですね。文字通り紙切れですが、うん、まあなかなか貴重な資料なんでね、手に入れられてよかったです。はい、パッと見分かりにくいですよね。霧吹きなんです、これ、霧吹き。で、ちょっと先端が取れてるみたいで、そこの分だけ値段が安くなって、1000円のが500円になったみたいです。なったみたいになりました。で、香港で作られたとか、調べた感じでは香港で作られてるっぽくて、ね、個人的にね、ここだけで買ったんですよ。これができるんでね、買ったっていうね、すごいね、押し心地が気持ちいいっていうね、もうずっとこういうことしたいね、私にはね、もう私ピストン運動の魔術師と呼ばれてるぐらいですからね。はい、もうこれにはもう目がなかった。うん、
これでね、もう霧吹きまくってやろうかと思うんですが、残念ながらね、ちょっとひび割れてね、しかもこの先がないんで水がブチャブチャって出るだけで終わるっていうね、ディスプレイに使おうと思います。はい、そして、こちらが最後の商品です。知見です。これはまあ普通に教科書に載るレベル、日本史やってたら絶対出てくるレベルの、カードですけれども、1873年に地租改正っていうのがありましたよね。明治政府が、今までは米で財源を確保したのが、米は結構収穫のね、時期によって不安定になったりするから、米じゃなくて現金で納めるようにしましょうみたいな改革をやって、その時に農地を持ってる人に配られたカードです。地価がちょっとね、これ読めないんだよな、2円かな、19銭3厘みたいな感じで、あなたの土地の値段これぐらいですと。で、その 3% は、6銭6厘かな、はいはいはい。で、明治10年より 2.5% ってなったことは、これあれだ、地租改正の中でも、あの2回目の地租改正、1回目は1873年の、単に米が現金になるとき、単に米を現金にして納めてくださいってときで、暴動が起きて、暴動というか一揆が起きて、1877年の方でね 2.5% になったんですよ。でその時の、村山善次郎さんの、越後の新潟かな、魚沼を、コシヒカリかな、これコシヒカリの、村山さんのコシヒカリの知見ですね、書いてあるね、やっぱね、明治8年改正ということで、こちらが、3000円だったかな、3000円、ちょっと高いんだけど、こちらが3000円だった気がする、村山音松さんですね、はい、村山、善次郎さん、もしいらっしゃいましたら、こちら返還いたしますので、ぜひ、メールください。はい、ということで、いかがだったでしょうか。フリーマーケットでね、1万円分使うとね、これだけ貴重な資料が手に入るということで、かなり、個人的には面白かったです。普通にね、どっかで買い物するより全然楽しかったですね。そして割引とかも結構、できるんで、割とね、ここのお店はダメだったかな、こちらのお店とかは結構ね、いくつセットでだいたい2割安とかそれぐらいまで交渉はできるんで、そういうのもね、楽しんでみてはいかがかなと思いました。もしこの動画面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。またこの企画は続けようと思うのでね、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、シャマです。さよなら。